悪魔が見えてるってことは、こいつは魔性を受けてるはず。つうかお前さ、見えるようになった頃、なんかおかしなことあったか？例えば怪我したとか。怪我なんてこのところしてないけど。そっか、おかしいな。奥村君は見えるの？ああ、俺はエクソシストの見習いなんだ。え、君が？ああ、だから普通魔塾でお前のこと聞いてみるわ。ありがとう。奥村君っていい人だね。ん？そうか？よせやい！ま、とにかく何かあったら俺に相談しろよ。ありがとう。エクソシストの勉強、頑張ってね。ああ、お前も元気だぜ。もしかして俺、同じクラスで初めて友達できるかも。